こんにちは、吉田さん。歯間ブラシね、やらないですね。私の場合はですね、髪を白くなってくるんですよ、髪が。で、染めに行くペースが月に1回ぐらいなんですけども、それと同じぐらいのペースでホワイトニングとかね、歯のメンテナンスに行ってます。まあ、いわゆるデンタルケアってやつですよね。やっぱり歯っていうのはすごく、一生ものですから大事なのと同時にね、あとやっぱりこう、なんていうんですかね、歯茎とか口腔ケアですよね。こちらの方はやっぱり個人的にやるのに限界があるんですよ。マウスウォッシュとかシャシャシャとやるんですけども、やっぱり私ね、歯の健康っていうのはものすごい気にしてるんですよ。口臭もありますしね、年齢による。それから美味しくもの食べたいじゃないですか。おかげさまで今まで歯は頑丈でですね、すごく銀歯入れましたけども、すごく頑丈です、ね、歯医者さんからこうやってはがきも来るんですよね。まあですんでね、行かないとなと、予約を取ってくださいっていうはがきですね。まあということで、私は行ってます。メンテナンスにプロに任してます、うん、まあそういうふうな形でね、なんかやりたいなとかね、コンスタントに物事を進めたいなと思うときは、私は床屋さんってそれ任せるじゃないですか。自分でやらないですよね、なかなかね。同じように歯も自分でやらずにプロに任せます。まあ、そういったプロに任せるところと自分でやるところと分けてますね。ですから私の会社の会計ごとも最終的には税理士さんにお任せしますしね、法律相談は弁護士さんとか社労士さんに振ってますしね。そうすることによっていい関係が築けるなと思いますし、私自身も忘れずに済むというかね、そういうコンスタントの流れができるんですよ。動画のアップロードに関しましては、誰かに任せてってことはないんですけども、毎日1本でいいよって言ったら発狂しますね。だから1本だとフラストレーションたまるんで、10本ぐらいはやらせてくれよみたいな感じになると思います。だからこういろいろと続いている人と続かない人と、こういうふうに根本的な違いがあるんじゃないかなと思うんですよ。これがまさに違いを生み出す違いなのかなっていうところですね。いってらっしゃい。